ができたかな。さあパオロンも完成したようなので、それではお次はパオロンの番ですね。パオロンお願いします。はい、それではお友達の皆さん、今度も元気に手を挙げてくださいね。パオロンお願いします。気をつけて登ってきてくださいね。さあパオロンが一生懸命描いてくれました。この似顔絵、誰の似顔絵かな。ドラゴン。間違えちゃった。はい、もう一回いっちゃおう。移動そっか。はい、せーの、ドアラ。はい、ドアラと教えてくれました。別に好きじゃないけど。あ、パオちゃん別にドアラのこと好きじゃないけど、ドアラの似顔絵描いたんだってって言ってるよ。ドアラ、ドアラ押さえて押さえて。マオちゃんきっと出てくる。ドアラ、いたずらはしちゃダメですよ。はい、それでは大正解なようなので、パオロンからプレゼントです。はい、はい、しっかりとありがとうって言えました。気をつけて階段降りてくださいね。パオロン、ドアラ喧嘩しないでよ。ちょっとね、ドアラご立腹なようですけど。ドアラ、ドアラ、まあまあ押さえて押さえて。それでは次はドアラの番です。みんな元気に手を挙げてくださいね。ドアラお願いします。みんなこの絵で分かった。ちょっとこの絵で分かる。ちょっと皆さん、少しだけの名前でもお友達元気いっぱいに手を挙げてくれてるから分かったみたい。晴れてる黒い T シャツの方々かな。みんなよく分かったね。誰だろう。お姉さんちょっと自信がないな。はい、僕じゃあこっちに来てください。こんにちは。お答えは自信パオロン。ドアラが一生懸命書いてくれたように落としちゃいましたが、お友達お答え自信ある。自信あるそうです。ちょっとね、ドアラ色紙に遊ばれてるみたいですけど、じゃあお答えも早速教えてもらいましょう。答えはシャオロン。シャオロンと答えてくれましたが、あれ違うっていう声も聞こえてきた。違うっていう声も、シャオロンにとってもよく似てるけど、もしかして違うのかな。ドアラ、シャオロンで合ってるそうです。シャオロンでよ、シャオロンで一生懸命。僕すごいね。はい、それでは気をつけて席に戻ってください。はい、どうもありがとう。そうだね、シャオロンとパオロンね、お顔だけ描いたらとっても、ほら見て見て、とってもよく似てるもんね。ごめんね、ドアラ。はい、さあそれでは3人がとっても上手に絵を描いてくれたので、それではそうだな、今度は何のゲームで遊ぼうかな。そうだな、続いてじゃあジェスチャークイズっていうのはどうかな。じゃあ今からドアラに今日は代表して挑戦してもらいます。ドアラにスポーツの秋にちなんで何かスポーツの真似をしてもらうので、ドアラみんなの代表でお願いしますよ。スポーツの真似をしてもらうので、お友達またさっきと同じようにドアラの動きを見てお答え言わずに分かったお友達は手を挙げて教えてくださいね。さあドアラ、何のスポーツのモノマネするかもう決まりましたか。あ、一生懸命考えてるみたいです。聞いてました。じゃあお友達のみんな、スポーツですからね、どんなスポーツがあるかな、今のうちに考えておいてくださいね。パオちゃんはさっきから一生懸命モミジをつかもうとしているのかしら。パオロン、そのモミジは絵だからつかめないよ。あ、びっくりしてます。かわいいパオロン。あ、ドアラ決まった。はい、それではドアラがスポーツのジェスチャーを披露してくれます。みんな準備はいいですか。ドアラお願いします。
なんで、なんか持ってるけど、なんか打ってるみたいに見えるけど、これってスポーツなのかな。はいっていう手もちょっと上がってきました。わかったんだ話。はいって言ってる。どうら一生懸命なんか打ってます。なんか飛んできました。飛んできて打ってひたすら打ってますけど、どうらたくさんの友達手を挙げてるので、じゃあ元気なお友達を一人連れてきてください。誰かな元気なの。どの友達が元気一番。じゃあね、前で一生懸命手を挙げてくれてるピンクのヤフクのお友達かな。はい、そうです。すごいね、手を挙げてくれたお友達たくさんいたけど、お姉さん正直わかんない。あ、大丈夫かな。はい、それではお答えを教えてください。射的。射的というお答えでしたが、どうやら正解ですか。微妙みたいな。どうだ。ちょっと違う。当てた。ちょっと違う。正解ってどうだ。優しいな。正解だそうです。それではドアラから正解してくれたお友達にサインをプレゼントしてくれるんだって。お名前を教えてもらっていいかな。ももかちゃん。はい、さあドアラがね、ももかちゃんのためにサインを書いてくれるそうですよ。さあ、さっきのお答え射的ちょっと違うって実はドアラ言ってたけど、お答え何だったんでしょうね。ちょっとお姉さんには分からなかったので、こっちに教えてもらおうかな。どうしたの、シャーラン。シャーランも分からなかったって。そうだね、ちょっと難しかったよね。何だったんだろう。名前はい、じゃあサインはももかちゃんにプレゼントです。はい、しっかりとありがとうって言えました。はい、ドアラと握手して、はい、今度は解散気をつけて降りてくださいね。ドアラがしっかりとエスコートしてくれました。はい、どうもありがとう。拍手。さてさて、何人かのお友達に代表してステージに上がってもらいましたけれども、今日はたくさんのお友達せっかく集まってくれているので、みんなが3人と触れ合えるように握手会をしたいと思います。さあ、それではみんながね、一気にステージに登ってくると3人がびっくりしちゃうので、握手に参加してるよ。ゆっくりお前を確認してくださいね。はい、それではみんな3人はこの土日からまた登場してくれるので、それまでの間元気にまたねのご挨拶でお別れしましょう。みんなせーのでご挨拶するよ。せーの、またねー。チャーロン、パオロン、ドアラ、どうもありがとう。どうしたの。はい、どうもありがとう。気をつけて歩いてくださいね。はい、どうもありがとう。さあ、ドライブをもちまして本日1回目のドラゴンズマックスキャラクターのコントロールを変わります。さあ、そして早速ですが、今からのお時間、こちらではドラゴンズグッズが当たるビンゴ大会を始めていきたいと思います。ビンゴカード皆さんお手元にお持ち。